はい、おはようございます。榎本高木です。あなたのお店はユニフォームってどんなの着てますかね。ユニフォームを変えるとね、まあ店の雰囲気も変わって、ちょっと雰囲気変わるかなとも思いますし、あとは被り物ですね。被り物、あなたのお店はどんなの被ってますか。まあ、例えばね、ラーメン屋だと昔だったら、まあ、鉢巻きしたりタオル被ったり、あとはちょっと手ぬぐい被ったりとかね、あとはそうですね、キャップだったりっていうのもあるけれども、最近だとね、そのハンチング被ったりなんていう風な お店もありますよね。被り物一つ変えるだけでも結構雰囲気変わるので、ちょっとイメチェンしたい時なんかは、ちょっと試してみるといいんじゃないかなというふうに思います。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。